い、ねねです。はい、まいかです。今回はねねがフライングタイガーで見つけてきた超夏らしいバッグを買ってきたよ。フライングタイガーって知ってる？知ってるよ。かわいいらしい雑貨やカラフルなものがいっぱい置いてあるよね。そうそうそう、めっちゃかわいいよね。かわいいよね。見たい、見たいバッグ。見たいよ。買ってきたんです。いくよ。バッグ、チェーンがね、ゴールドでかわいい。夏らしいよね。いきますよ。じゃーん、かわいい。これは何の？レモン？オレンジ？かわいい。なんか混じった感じがかわいい。上もピンクで女の子って感じのもあってかわいいよね。ティアラチャンネル。じゃあ中身見ていこうか。私が毎日入れているバッグの中身です。開けます。はい。じゃ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 ん。まず見た目もこんな感じです。めっちゃ綺麗に入れてるよ。ありがとう。こっちから、これから手前から、じゃーん、こちらです。かわいい。こちらはオルちゃん系っていうのかな、メモ帳です。よくこれあるよね、こういうから。中身はこんな感じです。さて、かわいい。黒と白で基調されてて、ここの絵が中に入ってこちらにあります。次、こちらなんていうの、クリップ、クリップ、なんかフラペチーノ的な、スタバ、スタバっぽいね。そんなで、チップとデルが書いてて、かわいい、かわいいです。友達とおソロです。いいな。こちらはダイソーのガールズトレンド研究所さんでとコラボしたダイソーのものです。鏡、かわいいよね。ハートでなんて書いてあるの。次、これ何が入っているか分かりますか。こっちティッシュ入れれる。そう、こっちね、でもね、アクセサリー入れにしてます。ああ、いいよね。多分ねねのバッグ紹介でいっぱいあったよね。ミニオンがついてます。紫、かわいい。3つ入ってます。ジップロックに入れてます。これめっちゃかわいいよね。はい、それにしてね。次、次コスメ、コスメ系です。どれ、じゃあこれからいく。なんかこちらはキャンメイクのアイシャドウです。キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ07です。後ろに目でどんな感じにやったらいいかなとか、そう、華やかお出かけとか、なんかいいよね。初心者とかにもね、うん、分かりやすい。ハモった。チークとアイシャドウ、チーク&リップとラメアイシャドウです。めっちゃ可愛い。ピンクラテの付録です。ニコラの付録リップ系、あ、うん、香水系か。香水、これ香水。うん、ニコラの付録。すごい、ね、ニコラ多いね。そう、ニコラ大好き。ニコプチも大好き。これね、腕にこうやって塗って、めっちゃいい匂いがする。いい匂いがする。はぁーって感じ。あのね、レモン系練り香水です。次はフラミンゴの絵が描いたリップです。これは塗って5分から10分塗ったら、唇に塗った後にベリベリって剥がして、ベリ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 って剥がすと、マジでね、本当にいい塗った感じがすると、ってめっちゃいい。しなしな、おすすめです。最後になります。リップです。グロスかな、ティントリップ、ティントリップで、これはニコラの付録のこれとセットだよね。そうそうそう、これは濃い色だけど可愛い、いい感じになるよね。赤みたいに濃い色じゃない、かっこいい系のね、コーデとかに合うよね。うん、以上です。ティアラチャンネル。ということで、ねねおすすめのフライングタイガーで購入してきたバッグの中身を紹介しました。じゃ
ぜひ参考にしてみてね。バイバーイ。バイバーイ。